本線は、大阪府大阪市北区の大阪梅田駅から、兵庫県神戸市中央区の元町駅までを結ぶ、阪神電気鉄道の鉄道路線である。なお、本項目において、歴史説や、運行の変遷の解説で単に梅田駅とあるのは、現在の大阪梅田駅を、鳴尾駅は、現在の鳴尾、向川女子、大前駅を、三宮駅は、現在の神戸三宮駅を、それぞれ指す。 大阪、北の大阪梅田駅から、神戸最大の繁華街のターミナル駅である神戸、三宮駅を経由して、元町駅に至る。開業は1905年と古く、日本における都市間電気鉄道の先駆けとも言える路線であり、天ヶ崎駅と大阪南場駅を結ぶ阪神、南場線とともに、阪神電鉄の主要路線である。大阪と神戸の間を結ぶ、鉄道路線は他に、 JR 神戸線と阪急神戸本線とがあるが、本路線はこの中では最も海寄りを通り、また路線不設の経緯から線形は良くないため、阪神間の3路線の中では最も速達性に劣る。駅数も最も多いだけでなく、平均閉塞区間間隔は、日本の大手施設では最短の240メートルであり、速度の異なる多数の列車を裁くことに役立っている。 車両は特急、急行用と普通用とで使い分けられており、その車体色から急行用は赤道車、普通用は青道車と呼ばれている。普通用車両は後続の急行列車から逃げ切るために加減速性能が高いジェットカーと称される車両が採用されている。元町駅以西の阪神神戸高速線区間は第二種鉄道事業者として列車の運行を行っており、 同線を介して、大阪梅田駅から、山陽電気鉄道本線の山陽姫路駅まで、直通する、直通特急を運行している。また、阪神南馬線を経由して、大阪南馬駅から近鉄南馬線、奈良線とも相互直通運転を行っており、神戸三宮駅近鉄奈良駅間を、快速急行が70分台で結んでいる。このように、関西大手私鉄の中では、 他社間との相互直通運転が盛んに行われている。ただし道路線を介した山陽電気鉄道と近鉄の相互直通運転は行われていない。混雑地域を通ることから連続立体交差事業が盛んで、起点側の大阪梅田駅福島駅間、及び終点側の岩屋駅元町駅間は地下化され、 それ以外の区間でもほぼすべての区間が高架化されており、地上区間は7カ所の踏切が所在する芦屋市内のみとなっている。そのため、全線における踏切は、天ヶ崎市にある向川駅東林の向川堤防道路と交差する向川駅踏切と芦屋市内の7カ所に加えて、高架線から地下線へと入る西長駅、岩屋駅間にある岩屋踏切の 京急箇所のみとなっている。キロポストは神戸三宮から大阪梅田に向かって純粋に数字が増えていく。起点は大阪梅田だがキロポストの数字の増える方向は逆になっている。また神戸三宮元町のキロポストはこの区間は港川への延伸線として開業した名残で港川を起点とした距離が記されている。現在大掛かりな駅改良工事を行っている。 大阪梅田駅を出ると、ハービス園とハービス大阪の地下を通りなんか、国道2号の地下を JR 東西線と並走する形で、福島駅へと着く。福島駅を過ぎて、福島小学校のあたりで地上に出て、すぐに JR 大阪環状線の高架橋の下を、潜りながら、高架橋を登り、阪神電気鉄道の本社がある、高架駅の野田駅に着く。 野田駅から先は昭和50年代までに高架化された区間であり、明治時代の路線建設時に資金のほとんどを継ぎ込むほどの難工事であった、淀川の鉄橋などを通り抜け、また北へ南へと線路は蛇行しながら高架区間を進む。杭瀬駅を過ぎると左側には徐々に阪神南場線の線路が近づいてくるが、この阪神南場線との間にある大きな公園は、 ユニチカ発祥の地として知られる、第二本宝石甘がさ工場の跡地であり、将来的に、坂上なり小浜球場に代わる阪神タイガースのに、軍本拠地と、球団領、室内練習場などが整備される予定である。大物駅で、阪神南波線と合流する。次の甘が駅までの間は、阪神南波線が、本線の南側を並走するが、甘が駅手前で、本線下り線は、 天ヶ崎車庫のある南側へ寄って、一度地平に降りた阪神南波線をオーバークロスして、同駅5番線、6番線に入線する。当初の計画では、現在の甘ヶ崎駅1番線ホームを阪神南波線、上り線ホームとし、阪神南波線上り線が、本線上下線をオーバークロスして、大物駅に向かうことを想定していたため、 両駅間はそのまま高架線とせず、本線は上下線ともに一旦地平へと降り再び、高架橋を登る構造とされた。下り線は付け替えられた一方、上り線は旧来のまま一旦地平に降りて、すぐ高架線を登っているため、大物駅から天ヶ崎駅方を見ると、上下線が阪神南波線を巻き込みながら、上下左右に大きく離れているのが見える。 天ヶ崎駅から向川駅までは1990年代に高架化された区間であるが、旧来の線路に沿って高架化したため、この区間も北へ南へと蛇行しながら進む。向川橋梁に設けられた駅である向川駅の手前で、ようやく初めて踏切を通過、そして向川駅を過ぎると、かつては地上区間だった名残で一旦地平に降りる。2017年に、 向川駅から甲子園駅まで高架化されたが、向川線との連絡線が分岐する。向川信号場だけは高架化されなかったため、このわずかな区間の道平で、向川信号場を過ぎると、再び高架線を登る。なるを、向川女子、大前駅は高架化され、新しいホームへと移った。甲子園駅も高架化に合わせて音掛かりな駅、改良工事が行われ、ホーム幅は、 従来のほぼ倍となるなど大きく変貌を遂げた。甲子園駅を過ぎると、甲子園球場を南側に見つつ、名神高速道路を潜るため一旦地平に降りて、九十川駅を通過、その後は急勾配で、再び高架線を登り、阪急今津線との接続駅である、今津駅に着く。線路は廃止された、西宮東口駅のホーム以降を横目に過ぎると、 西宮恵比寿神社の最寄り駅でもある西宮駅に着く。そのまま航路園駅を過ぎて西宮市と芦屋市の市境にある堀切信号場まで高架線が続く。西宮市から神戸市東灘区、灘区の沿線には酒蔵が点在し、灘伊里と呼ばれる日本を代表する酒所の一つとして知られる。芦屋市内は多くが地平区間のため、 踏切も多く残されているが、内出駅を過ぎると森土で高果となっている区間もあり、ところどころ線路の下をアンダーパスで貫かれている道路もある。過去に何回も風水害にあった経験から森土の効果とされたようだが、経緯ははっきりしない。芦屋駅は向こう側駅と同じくホームの下に芦屋川が流れており、またこの芦屋川沿い一帯は、 風地地区に指定されているため邸宅が多く立ち並んでいる高級住宅地でもある。芦屋駅から先、魚崎駅までは本線では最も新しく高架化した区間であり、2019年11月30日に上下線ともに高架化された。魚崎駅から先も延々と高架が続くが、線路は北に進路を変える。次の住吉駅から石屋川駅までの高架橋は、 阪神最古の高架橋でもある。その途中の三影駅で急カーブして西へほぼ直進する。日本初の高架車庫である石屋川車庫の横を抜けながら、しばらく高架は続く。西灘駅は高架駅であるが、西灘駅のすぐ西側を流れる西号側は天井側のため、線路の速道は大阪寄りにある駅改札口付近から神戸方面に向かって上り坂となっており、 西灘駅の神戸よりホーム端部はほぼ地平レベルとなっている。西郷川の西側はそのまま平地となっているため、全路も地平となり、ここで神戸市内唯一の踏切である岩屋踏切を通過する。この岩屋踏切を過ぎるとすぐに、全路は下り坂となり、次の岩屋駅では掘り割りとなっている。岩屋駅ホームに接するトンネルに入ると、 ここから先は延々と地下線が続く。岩屋駅から先は、かつて日本一ホーム幅が狭いと言われた春日野道駅の手前で、再び国道2号の地下を通り、そのまま神戸川のターミナル駅である神戸三宮駅へと到着する。神戸三宮駅はかつて三宮駅と称していた時代は、 南側の3番線が折り返し線であったが、駅改良工事が終了した現在は折り返し線を中央に挟んだ東端式でもある島式ホームへと改造されている。神戸三宮駅を過ぎると、島式ホーム一面のみのかつての終着駅である元町駅へとたどり着く。かつてはほとんどの普通が元町駅で折り返していたが、現在は早朝。 深夜の一部の普通を除きすべての列車がそのまま接続している神戸高速線へと直通している。他社線との直通運転を盛んに行っており、神戸側では1968年から神戸高速線を経由して神戸市を横断し、その先の山陽電気鉄道本線とも相互直通運転している。この際の列車種別は直通特急や 特急などの上位種別に限定し、速達性を確保している。また、神戸三宮駅元町駅間には、山陽電気鉄道の S 特急と普通が乗り入れてくる。また、これとは別に、大阪側では、天ヶ崎駅から分岐する阪神南波線を介して、近鉄との相互直通運転を2009年から実施している。さらには、阪神南馬線を介して、 近鉄特急も2014年3月22日から団体臨時列車として本路線への乗り入れを開始した。かつては一つの路線としては列車種別が非常に多く他車線と相互乗り入れをしていることも相まってダイヤは複雑なものとなっていた。特にこの列車種別は単なる上下関係ではなく一部の回種別は上位種別が停車する駅を通過するものがあることや 同一種別であっても、上りと下り、曜日、時間帯によって停車駅が異なるケースが多く、不慣れな利用者には分かりづらかった。しかし、2009年3月の阪神、南波線延伸開業に伴うダイヤ改正では、本線では準急を休止させるなど、列車種別が整理され、現在は比較的シンプルなダイヤとなっている。ただ、 千鳥停車は現在でも多く設定されており、平日朝ラッシュ時を中心に、快速急行、区間特急、区間急行で行われている。また、その平日朝ラッシュ時においても大阪梅田駅の優等列車は、基本的に大阪梅田駅まで先着するダイヤが組まれているほか、かつては甲子園駅を出ると大阪梅田駅まで無停車であった、区間特急を甘が駅、 野田駅にも停車させるなど混雑の平準化が図られている。車両は主に特急や急行などで用いる6両編成の赤道車と高い加速性能を求められる普通限定で用いる4両編成のジェットカーの2種類に分けられているのが特徴である。日中の各区間の1時間あたりの基本的な運行本数は過表の通りである。平日朝ラッシュ時では 直通特急、区間特急、快速急行、区間急行、普通を12分サイクルで運行するのを基本とする。停車駅の多い区間特急や区間急行を設定することで、日中は優等列車が通過する駅にも優等列車を停車させることで、利便性を向上させ、きめ細かな通勤需要に応えることを目指している。その他、平日では日中から夜間にかけて、 土曜、休日では、朝から夕方にかけて、それぞれ10分サイクルで運行しているが、朝や夜間は12分サイクルで運行し、快速急行の天ヶ崎駅での連結、切り離し作業時間を確保している。停車駅直通特急1998年に、設定された種別で、自家特区と略されることがある。特急と、同様、最上位の種別として扱われており、 乗車券のみで乗車可能である。途中停車駅は、天が崎駅、甲子園駅、西宮駅、芦屋駅、魚崎駅、三影駅,駅、神戸三宮駅である。本線内の停車駅は、特急と同じであるが、例外的に平日朝ラッシュ時の一部の大阪梅田駅が甲子園駅を通過する。ほぼ終日設定されており、日中は1時間あたり4本が運転されている。 全列車が山陽方面に直通し、大阪梅田駅山陽姫路駅間で運転されるが、早朝、深夜において、本線内では、天ヶ崎駅、西宮駅、三影駅を始発、または天ヶ崎駅を終着とする列車もある。車両は、阪神、山陽の6両編成が用いられるが、山陽の車両の比率が高い。特急平日朝のラッシュ時を除いた、 時間帯と土曜、休日の終日にわたって運転される種別であり、本線の全区間で通過運転を行い前日の直通特急とともに、本線の最上位の種別を構成する。日中では、前後の直通特急に挟まれる形で1時間あたり2本が運転され、特急系統は直通特急と合わせて10分ヘッドのダイヤ構成となっている。 1954年9月のダイヤ改正で登場。登場当初は日中に20分間隔で、途中三宮駅のみに停車し、梅田駅元町駅間を27分で結んだ。その後は、西宮駅、芦屋駅、三影駅にも停車する代わりに急行は、基本的に梅田駅西宮駅間に短縮することで、以後現在に続く体系となった。 本種別も山陽方面との直通が基本であるが、直通特急とは異なり山陽側の終着駅は、スマウラ公園駅までであるほか、神戸三宮駅スマウラ公園駅間は、各駅停車となるのが違いである。大阪梅田駅スマウラ公園駅間で運転される列車のほか、一部に大阪梅田駅東スマ駅間、深夜には大阪梅田発山陽スマ駅の列車も、 設定されている。また、神戸高速線内発着列車として、大阪梅田駅高速神戸駅、新海地駅間の列車が設定されているほか、船内運転として、深夜の下りには、大阪梅田発神戸三宮駅が、土曜、休日早朝上りには、神戸三宮発大阪梅田駅が、それぞれ設定されている。原則として、阪神の車両を使用するが、一部の特急は、 直通特急の折り返しによる運用の都合で3用の車両を使用する。2001年のダイヤ改正まで2000系以前の車両による特急運用時に限り専用マークを掲げて運転されていた。現在では高校野球開催期間中の特急重当車に専用の標識版を掲示している。甲子園球場で 阪神タイガースの主催試合が開催されるときは、タイガースのマークが描かれた標識版を阪神、山陽電鉄の車両にそれぞれ掲示する。2016年3月のダイヤ改正で、平日ダイヤの梅田駅スマウラ公園駅間の阪神特急に列車が山陽車の運用となった一方、深夜の梅田発山陽スマイ特急はそれまでの山陽車から阪神車での運用に変更された。 このほか、2016年3月のダイヤ改正まで、土曜、休日を中心に、神戸三宮駅高速神戸駅、新海地駅、東諏訪駅、諏浦公園駅で、区間運転する特急があった。この特急は折り返しによる運用であり、同区間では各駅に停車するため実質は、普通なのだが、表示幕が対応していなかったことから、あえて特急として運転された。 区間特急平日朝ラッシュ時に直通特急と共に運転される種別で上り方向のみに設定されている。全列車が見陰初大阪梅田駅で運転され、大阪梅田駅一番線に到着後は回送として折り返す。なお、ラッシュ時に運転される優等列車のため混雑することから、大阪側から4両目に阪神電車で唯一女性専用車両が設定されている。 現行ダイヤでは、名前の通り、各駅に連続停車する区間と通過運転を行う、区間がある。校舎で、上位種別である、直通特急、特急の停車駅を通過する、千鳥停車が見られ、直通特急が停車する西宮駅を通過し、直通特急が通過する、甲子園駅に停車する。全列車が、三陰駅で普通と接続し、 青木駅で後続の快速急行と直通特急の対表を行っている。車両は阪神の6両編成を用いる。1981年のダイヤ改正で、芦屋駅を始発駅として1本が設定されたのが始まりである。その後、神戸側の始発駅を三宮駅に変更して、運転区間を延長したほか、何度か増発や停車駅変更が行われた。この時期は、 全区間で通過運転を行い、現在のように連続停車する区間はなく、また、ほぼ、阪神本線前線を走るため、区間特急という名称には、やや違和感のある運行形態であった。特急とは異なる停車パターンで運転されていたのは、同じで、特急より停車駅が少なかった時もある。2009年ダイヤ改正では、区間特急と直通特急との続行ダイヤから、 芦屋駅と甲子園駅で次の快速急行に連絡するダイヤに変更され、始発駅が青木駅となり、運転区間が短縮され、連続停車区間が出現した。その後2012年内野改正では、野田駅にも停車し、2016年内野改正では、運転区間が拡大され、三影駅が始発駅となり、また、ウオ崎駅、天マ駅も、 停車駅となるなど、列車の趣旨にも若干の変化が見られる。平日ではあるが、年末のため土曜、休日来イとされた2014年12月29日には、通勤輸送にも配慮して、初めて臨時区間特急を4本運転した。快速急行神戸三宮駅と阪神南場線、大阪南場駅を経由して、近鉄奈良線を結ぶ、速達列車であり、早朝、 深夜を除きほぼ終日運行されている。基本的には、神戸三宮駅近鉄奈良駅間で運転される。ただ、一部例外もあり、上りでは、平日には、大和最大寺駅や大阪南馬駅にて準急、または普通に変更しそのまま近鉄線に直通する大阪南馬駅が、土曜、休日には、初発から3本のみ、神戸高速線新海地駅始発が、 それぞれあるほか、下りでは平日朝に天ヶ崎始発や甲子園始発がある。なお、近鉄線内で障害が発生した場合は、近鉄線内には乗り入れずに支給場駅発着に変更されることがある。全列車が天ヶ崎駅から阪神南波線に入るため本線の大阪梅田駅天ヶ崎駅間には乗り入れないが、ほとんどの列車が天ヶ崎駅で、 大阪梅田駅発着の急行内宿間急行と接続することで大阪梅田方面との利便性も確保されており天ヶ崎駅西宮駅間で本数が減少する急行を保管している急行よりも上位で特急よりも下位に当たる列車種別であるが特急などの上位種別列車に抜かされることはない阪神の現行種別の中でも時間帯によって 停車駅が異なることが顕著である。平日ラッシュ時は、向川駅、今津駅を通過するほか、ホームの問題から、特急停車駅である、三影駅と土曜、休日のみ、芦屋駅を通過しており、事実上の千鳥停車となっている。これにより、平日朝下り及び夕方引く夜間においては、同時間帯を走る直通特急、特急よりも、 停車駅が一駅少なく、ラッシュ時は、天ヶ崎駅神戸三宮駅間では最も、停車駅が少ない種別となる。平日は全列車が6両編成、土曜、休日はほぼ全ての列車が8両編成で、運行されている。一方、阪神南馬線や近鉄方面へ直通する列車は、天ヶ崎駅から最長10両編成となるため、日中以外では、天ヶ崎駅で連結。 切り離し作業を行うことがあり、この作業中に大阪梅田方面発着の列車が後から追いついて先に発車することがある。戦術の車両数の違いのほか、車両に関しても阪神車両、近鉄車両ともに運用に入るため、列車によりホームでの乗車位置が異なる。ただし、阪神車か近鉄車かの運用は固定されているため、どちらの車両を使用するかは、 駅の発車表、または2018年3月17日より配信を開始したスマートフォンアプリ、半信アプリで確認できる。種別自体は1983年12月のダイヤ改正にて、梅田駅西宮駅間の休行を延長する形で登場。当初は休日日中のみの運行で、また西宮駅三宮駅間ノンストップであった。 1987年12月より平日、日中にも拡大、同時に梅田駅の青木駅対比がなくなった。その後、1998年2月のダイヤ改正で直通特急の運転開始、日中10分間隔の実施により、日中は梅田駅西宮駅間の休行に置き換えられ、代わりに平日夕方ラッシュ時間帯に本線全般で運転される通勤時間帯の 直中特急を補完する中長距離速達種別という位置づけとして存在した。2009年3月の阪神南波線開通に伴い現在の運行形態に変更され、梅田駅甘ヶ崎駅間の運行は取りやめられた。2012年3月20日大夜改正より、土曜、休日のみ上りは初発から3列車が神戸高速線新海地発近鉄奈良駅へと変更された。 2016年3月19日ダイヤ改正より、神戸三宮駅到着後は改装として、天ヶ崎車庫へ折り返していた列車を営業列車化して、神戸三宮発天ヶ崎駅、大阪南梅駅、大和最大寺駅をそれぞれ増発した。2019年3月20日より、基本的に7時から20時までの間に限り、車掌が携帯するタブレット端末を使用して、 日本語と英語、一部は中国語と韓国語でも多言語自動放送を行っている。2020年3月14日、ダイヤ改正より朝と夜間で増発を行い、上りはすべての列車を大阪南馬駅まで快速急行として運転する。また、土曜、休日はほとんどの列車が8両編成となり、合わせてほとんどの列車で連結。 切り離し作業を省略したため所要時間も短縮された一方で、ホーム有効長の問題から、芦屋駅は土曜、休日に限り通過に変更した。また、この改正で平日日中の内向川駅に停車する列車は、今津駅にも停車となった。なお、8両編成での運転に備えて、近鉄との直通運転開始後、西宮駅と芦屋駅以外の、 快速急行停車駅では、近鉄8両編成が停車できる170メートル程度への、ホーム延伸工事を行った。急行大阪梅田駅山ヶ崎駅、甲子園駅、西宮駅、三陰駅間に設定される種別である。平日の日中と土曜、休日の19時過ぎまでは、大阪梅田駅西宮駅間の列車と、大阪梅田駅山ヶ崎駅間の列車を交互に、運転し、 そのうち山ヶ崎駅発着の列車が同駅で、快速急行と接続する。基本は、大阪梅田駅西宮駅間の運転だが、土曜、休日の夜間は、大阪梅田発23時台の下りを除き、大阪梅田駅、甲子園駅間の運転となる。また、平日深夜1本のみ、大阪梅田発三陰駅がある。毎年8月に行われるなには淀川花火。 大会開催当日の終了時間後に休行が姫島駅に臨時停車する。また、西宮エビス開催日には土曜、休日の夜間の甲子園駅発着の列車が運転区間を延長して西宮駅発着で運転されるほか、甲子園球場でのイベント開催日にも同様に一部の時間帯で西宮駅発着に変更することがある。年月日改正前は、 平日の昼間と深夜時間帯は、梅田駅西宮駅間、朝、ラッシュと夜間では、梅田駅三宮駅間で運転されていた。朝ラッシュの一部列車は、神戸高速鉄道線、山陽電鉄線内にも乗り入れをしていた。当時は、平日下り早朝に、三宮発、神戸高速鉄道線新開地、山陽電鉄線東住まいキの急行が、合計5本あった。この急行は、 通過駅がなく各駅停車であるが、終着駅で折り返し梅田駅休行として運転される列車であり、休行系車両を使用しているため種別を休行として運転していた。平日下り三宮方面へ向かう休行は直通特急に追い抜かれることなく、三宮駅まで先着していたが、平日朝ラッシュ時の上りの休行は、青木駅で区間特急と直通特急に、 夜間の上りの急行は、甲子園駅で、直通特急に追い抜かれていた。土曜、休日については、日中は、梅田駅西宮駅間、夜間は、梅田駅、甲子園駅間のみの運転で、西宮駅伊勢の運用はなかった。2006年10月28日のダイヤ改正では、従来の上りに加え、下りのすべての急行も、大石駅に停車するようになった。 2009年3月20日ダイヤ改正で、西宮駅以の運転が一旦廃止され、運転区間は終日梅田駅西宮駅間に短縮された。合わせて、福島駅が通過駅、今津駅が停車駅となり、朝のラッシュ時の運転は、区間急行に置き換えられる形で休止された。平日夕方引く夜間の上り急行は、甲子園で直通特急や、 快速急行と接続する。2016年3月19日のダイヤ改正で、平日の深夜に運転されていた最終の梅田発、三陰駅特急が急行に変更されたため、平日深夜の下り一本のみだが、西宮駅三陰駅間で定期の急行が復活した。区間急行平日朝ラッシュ時、急行に代わって、大阪梅田駅、甲子園駅間及び、 青木駅大阪梅田駅間に設定される種別である。停車駅は、急行の停車駅に加えて、福島駅、仙仙駅、鳴尾、向川女子、大前駅、青木駅が加わる。青木発大阪梅田駅2本以外はすべて甲子園、駅発着である。上りは大阪梅田駅まで先着する。下りは天ヶ崎駅で、快速急行と接続し、天ヶ崎駅から、 快速急行を利用することで後続の直通特急よりも神戸三宮駅へ先着できる。また、終着の甲子園駅では直通特急と接続する。区間急行の種別自体は2001年3月10日のダイヤ改正で一度廃止されたが、2006年10月28日のダイヤ改正で復活したものである。阪神南波線開業直前は、 平日朝ラッシュ時に、甲子園発梅田駅が8本運転されており、途中で、鳴尾駅、向川駅、天ヶ崎駅、野田駅に停車し、一部を除いて、天ヶ崎駅で、区間特急に、野田駅で、直通特急に追い抜かれるダイヤを組んでいた。また、2001年に一度廃止されるまでは、姫島駅にも停車していた。同時間帯に走っていた急行とは少し異なり、 鳴尾駅に停車した代わりに、福島駅は通過していたが、朝の通勤時間帯における上り急行の、混雑緩和と甲子園駅からの着席サービスを図る、他社でいう、通勤急行のような位置づけであった。2009年3月20日のダイヤ改正で、福島駅、仙仙駅が停車駅に加えられ、当該区間の急行を置き換える形で、梅田発の下りも設定された。 2020年3月14日のダイヤ改正で、平日はらし主事の上り大阪梅田駅急行2本が、区間急行に置き換えられ、青木駅始発となり、停車駅に、芦屋駅、西宮駅、今津駅が追加された。普通各駅に停車する種別。車両は原則として、加減速度の高い専用の4両編成の通勤型車両が使用されるが、一部の時間帯において、 運転される神戸三宮駅新開地駅、東須磨駅、須磨浦公園駅間の普通では、例外的に急行系車両が使用される。特急の項目でも述べた通り、この急行系車両を使用する普通は、特急の折り返し運用によるもので、長らく各駅停車の特急として運転されていたが、2016年3月19日のダイヤ改正に合わせて急行系車両にも、 新たに、普通神戸三宮などの表示幕を追加し、普通に統一された。終日、原則として大阪梅田駅高速神戸駅間で運転されているが、日中の一部の列車で天ヶ崎駅にて車両を取り替える運用もある。もともとは原則として元町駅で折り返し運転を行っていたが、1998年2月15日の、 ダイヤ改正で高速神戸駅まで延長された。延長された理由は、運行本数の増加で、元町駅での折り返し時間に余裕がなくなったことや、そのダイヤ改正で、運行開始した直通特急の一部が、西元町駅を通過扱いとしたこと、高速神戸駅で、新開地方面の列車接続をするため、などであった。また、時間帯によっては、途中の甘が駅、 西宮駅、石屋川駅、神戸三宮駅、元町駅を始発、終着駅とする列車も設定されている。環球接続は、基本的に、天が崎駅で急行快速急行に、西宮駅では早朝、深夜の一部列車を除いて、直通特急、特急と快速急行または、西宮発着の急行に、三陰駅と高速神戸駅で、 それぞれ直通特急、特急に接続する。このほか、下りは、野田駅で急行に接続するほか、早朝、夜間にわずかだが、甲子園駅で直通特急、特急に接続する列車もある。二千九年三月二十日実施のダイヤ改正で、二千六年十月二十八日改正時から、実施されていた、ジェットカーによる、山陽電鉄東須磨駅までの乗り入れ運用が、 廃止された。ただし、その後も、新開地駅までの乗り入れ列車は存続している。5700系や5500系リニューアル車には、乗降扉の横に、自動ドアボタンが設置されており、これらの車両で運用する列車のうち緩急接続や、通過列車の対比で長時間停車する駅においては、車内温度維持のため乗降客がドアを開閉する、半自動扱いとしている。なお、 半自動扱いをした場合は、発車直前に自動扱いに切り替えて、一旦ドアを全開閉する。S 特急阪神本線内は、神戸三宮駅元町駅間のみの運転で、上りは朝に、下りは深夜に運転されている。下りは神戸三宮発山陽姫路駅が、上りは高砂号発神戸三宮駅が運転されている。山陽の車両のみで運転されている。 普通阪神本線内は、神戸三宮駅元町駅間のみの運転で、朝、夕以降に、神戸三宮駅三陽姫路駅間で、運転されている。神戸三宮発では、ほとんどが、三陽姫路駅だが、東須磨駅、東二見駅、鹿間駅も、わずかに設定されている。なお、ごく一部の列車を除いて、大石駅まで改装され、同駅で折り返している。 スマウラ公園異性へ直通する列車は、3用の車両のみで運転されている。臨時特急臨時特急は、阪神甲子園球場でのイベント開催当日に、大阪梅田駅、甲子園駅間で運転される。大阪梅田発は、イベント開催直前のみ、甲子園発は、同終了後のみの運転で、定期の直通特急。 特急の直前に発車するようあらかじめ運行時刻が設定されている。阪神南波線開業までは停車駅は区間特急と同じで実質的に途中無停車の直行列車だった。阪神南波線開業後は甲子園発大阪梅田駅のみ天ヶ崎駅に停車し大阪南波方面へのアクセスに配慮しているが大阪梅田発甲子園駅は現在も甲子園駅まで 無停車で運転されている。甲子園発は、阪神甲子園球場の観客数に合わせて、大阪梅田駅のみ、最大4本が運転されるが、阪神南馬線方面への直通列車は運転されない。なお、大阪南馬駅へは、阪神南馬線開業前から、阪神バスによる南馬駅の直行バスが運行されており、同線開業後も継続して運行されている。 臨時快速急行臨時快速急行は、毎年8月上旬の港神戸会場花火、大会開催日と、12月上旬引く、中旬の神戸ルミナリエ開催期間中のうち、土曜、日曜の夜間の上りのみ設定される。定期列車での近鉄奈良駅き採集が発車後に、天ヶ崎始発の阪神南波線の定期列車を延長する形で、本線は、 臨時快速急行として運転する。なお、駅の発車表、半身車両、近鉄車両いずれも臨時快速急行の表示は用意されていないため、定期列車同様に快速急行または階級と表示して運用している。停車駅は土曜、休日における定期列車の快速急行と同一である。近鉄との総合直通運転を開始した二千九年の十二月に、 初めて設定された。以降、毎年神戸ベルミナリエの時期のみの運転であったが、2015年からは、毎年8月上旬の港神戸海上花火大会の開催日にも設定され現在に至る。このほか平日ダイヤでは、初めての臨時快速急行が、天理教教祖誕生祭に合わせて、2011年4月18日に、 神戸三宮8時53分発天理駅が1本運転された。この列車は8時50分頃に神戸三宮駅に到着する定期列車の快速急行の折り返しであり、通常は回送として天ヶ崎車庫へ向かう列車であるが当日は客扱いとした。列車側の方向幕では種別表示のみの快速急行とし、正面に大阪南波経由天理業と書かれた。 ヘッドマークが取り付けられた。駅の案内表示では、快速急行南波都市南波から臨時急行天理駅になりますの注意表示が、併記されていた。2012年以降も、この神戸三宮8時53分発、天理駅臨時快速急行は継続して運転され、天理教の月時祭に合わせ、毎年3月から年内にかけての毎月26日のみ、 当日が平日ダイヤ適用日である場合に限り、運転された。また2011年同様、特製ヘッドマークを装着している。なお、この神戸三宮8時53分発は2016年3月のダイヤ改正で定期列車化され、快速急行大和最大寺駅として運転されている。ほか、平日の天理教祭天日に限り山と最大寺駅から、 天理駅臨時急行に変更して、天理駅まで延長運転する、天理臨も継続している。臨時急行臨時急行は、臨時特急や臨時快速急行と同じように、阪神甲子園球場でのイベント開催日のほか、神戸ベルミナリエや、港神戸海上花火大会、東海エビスといった、沿線での大きなイベント開催時の土曜休日にも運転される。甲子園駅を境に、 臨時特急が大阪梅田方面のみに運転されるのに対し、臨時急行は基本的に神戸三宮方面のみに運転される。停車駅は大阪梅田駅三陰駅間は定期の急行と同じで、三陰駅神戸三宮駅間は無停車である。阪神甲子園球場でのイベント開催日には、イベント終了後に甲子園発神戸三宮駅が運転されることがある。なお、 この神戸三宮駅は定期列車の運転区間延長ではなく臨時特急と同じく定期列車とは別立てでの運行である。一方、神戸ルミナリエなど他の沿線での大きなイベント、開催時の土曜、休日の夜間に運転される臨時急行は大阪梅田駅、甲子園駅間の急行を神戸三宮駅発、または西宮駅発着として延長した区間が 臨時急行として運転される。大阪梅田発西宮駅は、甲子園駅では種別は変更せず、西宮駅までそのまま急行として運転される。一方、神戸三宮発に関しては、2009年3月のダイヤ改正までは、梅田駅神戸三宮駅間で定期運行されていた、急行の停車駅から大石駅を抜いた駅に停車していたが、同改正で、 西宮駅伊勢における、急行の定期運行はなくなったため、現在は、大阪梅田駅西宮駅間は、定期の急行、西宮駅神戸三宮駅間は、定期の特急の停車駅に停車する形で、運行されている。神戸三宮発、または西宮発は、甲子園駅到着直前に、列車の方向幕はそれまでの、臨急大阪梅田から、 急行大阪梅田へと変更される。また、甲子園駅では、定期列車と、同じく直通特急、特急の発車後の出発であるため、甲子園駅までは先着するものの、天ヶ崎駅、大阪梅田駅へは、後続の直通特急、特急が先着する。かつて、2009年3月大夜海制から2012年3月大夜海制までは、土曜、 休日の夕方の梅田駅山ヶ崎駅間の急行は引き上げ線の容量の都合から天ヶ崎駅で折り返さず回送列車として甲子園駅まで送り込まれた上で同駅構内の引き上げ線で折り返していた特に阪神甲子園球場での祭事がある日に限りこの折り返し回送列車のうち一部を客扱いさせた上で天ヶ崎駅まで 臨時急行として運行させることがあった。この臨時急行は、天ヶ崎駅から先は、定期の急行として運用されるが、甲子園駅天ヶ崎駅間はもともと回送列車の、筋をそのまま利用していたため、向川駅は通過した。また、天ヶ崎駅到着直前に、列車の方向幕はそれまでの、臨急梅田から、急行梅田へと変更した。このほか。 2015年の夏の高校野球開催期間中には、前もって早朝から混雑が予想された特定の日に限り、朝5時台から6時台にかけて、梅田発行支援域の臨時休校を例外的に増発した。2016年も同様に公式ウェブサイトでは、夏の大会開催期間中の当日が準決勝戦、決勝戦である日を除く土曜、日曜、 祝日に、限り朝6時台に、梅田発行支援域を2本増発するとアナウンスされたが、実際には15日以降も、閉幕まで平日でも主に朝5時台に増発が行われた。2017年から2019年にかけても、開催期間中はお盆休みの土曜、休日ダイヤ運転日を中心に、始発前の4時58分から6時25分までの、 間に6本の増発が行われた。なお、この梅田初甲子園域の臨時急行は、列車、駅での表示はともに、臨急とせず、急行として運行した。準急準急は、2009年3月20日改正によって、本線では運行が休止された種別である。休止直前は、平日の朝夕ら主時間帯に運転される種別となっていた。 朝ラッシュ時は主に下りは、梅田発の天がさ甲子園行き、上りは、石屋川駅、三影駅、西宮駅、甲子園発の梅田行きが運転され、夕ラッシュは、梅田駅天が駅、甲子園駅間で運転が行われていた。それ以前にはおり、大石駅始発もあったが、こちらは、大石駅から東妻駅までの各駅停車であり、 急行軽車両としての理由のため準急の表示で運転されていた。優等列車というよりも普通用車両と比較して加速性能が劣る急行用車両を使用した朝夕ラッシュ時間帯における普通用車両を保管する性格の種別であり停車駅が多かった。これはラッシュ時に準急がない場合待たずに乗れる阪神電車という当時のキャッチフレーズとは 逆になってしまうため、停車駅を可能な限り増やしたためである。梅田駅西宮駅間では、淀川駅、大物駅、天ヶ崎センタープール全駅、九地川駅、西宮東口駅以外の駅にはすべて停車しており、二駅連続で通過する区間はなかった。西宮駅園は、ダイヤ改正時に停車駅が見直されることがあり、一定していなかったが、 ホームユー長が4両分のみであった、住吉駅は通過していた。2006年10月28日のダイヤ改正より、上り準急が内出駅に停車し、航路園駅が通過となった。また、同改正前は、最長で、山陽電鉄東須間駅まで運転されていた、下り準急は、すべて、天ヶ崎駅、甲子園駅までに運転区間が縮小された。 停車駅が多い上に特急などの対比も多く、所要時間がかかるため乗車率が低迷していたことから、2009年3月20日の阪神南波線開業に伴う改正で休止とし、準急種別は阪神南波線近鉄奈良線間の相互、直通列車に限定して用いられることになり、本線における準急は消滅した。準急が停車していた深江駅、内駅、今津駅では、 大体で、区間特急が新規で停車するようになった。なお、1980年代までは、休日の昼間、梅田駅、甲子園駅間に設定されていた。これらは、不定期列車としての運転であり、当期は運休となっていた。また、1963年2月から1968年4月までは、ダイヤの関係で、梅田、甲子園間の一部の不定期準急にジェットカーを、 使用していた列車もあった。1990年頃まで準急は5両編成で運転されていた。このため、準急には R 車や両運転台車両だった3301型が多く、充当されていた。普通の終日4両編成化を機に、これまで特急、急行は6両編成、区間急行、準急は5両編成だった、優等列車を、 すべて6両編成に統一。これによりそれまで8000系が重当されなかった。準急も8000系で運転されるようになった。開業までの経緯本線は当初軌動線として開業した。しかしそれまでの軌動線が市街地交通としての役割しか果たしていなかったのに、対し、阪神電気鉄道は都市間交通としての電車に注目し、それを阪神間に投入することにした。 そもそも阪神間には東海道本線がすでに存在するため、それを運営する低新省鉄道作業局から平行路線の施設鉄道法に基づく鉄道敷設免許は降りる見込みは低くならば路面電車扱いにして内務省から認可を取ろうということになり、それも本来軌道なら道路上に敷設しなければならないところ、一部でも路面区間があればいいということで認められたものである。 そして阪神電気鉄道に対する認可後、京阪電気鉄道、美濃有馬電気軌道、大阪電気軌道、京浜電気鉄道、京王電気軌道、京成電気軌道など、次々とこの類型の形による、私鉄会社が誕生することになった。ルート選定に関しては、東海道本線が阪神間を、ほぼ周辺集落を無視した直線ルートで付設したのに、対し、 乗客獲得のため、天ヶ崎や西宮など、梅田街道、中国街道、西国街道沿いの市街地をできるだけ縫うようなものとなった。その結果、同じような条件で敷設された阪急、宝塚本線や京阪本線などと同様に曲線区間が多くなり、株式会社をもじって、カーブ式会社と揶揄される要因ともなった。 開業後の速度違反1905年4月12日、大阪出入京駅神戸つ通駅間で、阪神電気鉄道の営業が開始されたが、当時の軌道法では最高速度が8マイル、時とされていたところ、同社は当時の車両に速度計がないことを利用して大幅にそれを上回る速度違反を行い、開業当初から表低速度時速2 0 4トルで走り、 大阪出入京神戸雲も通間を1時間半で結んだ。東海道本線の列車による同区間の所要時間は50分に対し阪神電機、鉄道は60分で国鉄が途中停車3駅なところを32駅も停車するなど利便性が良く、阪神電機鉄道開業後に国鉄のこの区間の乗客が約1、3に減少したという。なお1911年には、 軌道法に基づく最高速度が25マイル、時となるが、それでも阪神電気鉄道は当時阪神間、所要時間を63分に短縮していたため、速度違反なのは変わらなかった。しばらく後に、新設軌道という新しい軌道線区分ができて、ようやく速度違反でなくなった。輸送力強化と阪急との競合対象に入って、第一次世界大戦のあたりになると、甘がが、 工業としかし、また、西宮やアジア付近は、住宅地となって、乗客数は急増した。しかし、軌道法に基づき炭鉱運転を強いられた阪神、電気鉄道では輸送力強化は容易でなく、苦肉の策として、阪急行として、阪神間を4区間に分割、そのうち1区間を通過する電車を設定した。これによって、阪神間58分へのスピードアップが果たされると、 共に車両の運用効率が上がり、運転間隔を詰め2割の輸送力強化へつなげることができた。それでも抜本的な改革となる増結運転を実施するための交渉は内務省など監督官庁の間で続けられ、1913年に申請を出した後、まず専用機動区間で1921年からは全線での二両運転が許可された。これには、 大阪府と兵庫県の知事が政府に沿線住民の陳情書を提出するなどの働きかけも行っている。またこれに伴い、1920年には総括制御が可能な301型が投入され、二両運転開始と共に1921年11月7日、同線初の急行電車も設定されている。なお、1920年に並行して、 阪神急行電鉄神戸本線が開通し、早くて空いている阪急電車のキャッチコピーで、梅田駅神戸駅間を50分25分で結ぶようになると、梅田駅三宮駅間に60分前後を要していた阪神電気鉄道では、危機感を強め、線形の関係でスピードアップは容易でなかったものの、1933年までに、平洋軌道を廃して、全線を、 専用軌道化して前線を35分で走破する特急の運転を開始し、さらには待たずに乗れる阪神電車をキャッチコピーとして電車の頻発運転も行い対抗した。また都市間のみならず沿線でも阪急とは激しい乗客誘致合戦が繰り広げられた。詳しくは阪神急行電鉄開業後の阪神電気鉄道との対立を参照のこと。 神戸市外の地下線化路線の専用軌道化を推し進めるにあたり、神戸の平用軌道区間については、当初高架線によって解消を計画していたが、市の要請で地下線に変更した。同じように高架線での神戸三宮のリー入れを計画していた阪急は、地下線への計画変更に終始反対していて、長らく工事に取り掛かることができなかったため、 先に市街地への乗り入れを果たすことが競争で優位に立つ要因であると判断し、阪神電気鉄道側は、譲歩したとみられている。1933年に、三宮駅への乗り入れを果たした後、阪急の三宮駅乗り入れを控えた1936年には、中心地の元町乗り入れを達成し、大阪の中心から神戸の中心へ待たずに乗れるとアピールした。なお、 1934年に三宮駅から先の区間の不設免許を申請した際には、港川駅まで延伸して、山陽電気鉄道と接続する予定であったが、資材と予算の都合もあり、元町駅までを特管工事で完成させて、当面の措置としたと言われている。なお、阪神電気鉄道は、本線の線形の不利を補おうと、 第2阪神線なる別線を貼り付けでの複々線化も一時は検討していた。その計画は結果的には頓挫したが一部は電房線として開業している。さらに上記の元町駅、港川駅への延伸も本来はこの計画の一環として計画されたものであった。同社はまた阪神国土上に路面電車を付設する計画が上がった際には 阪急以上の脅威となる可能性を起惧し、積極的に介入を行った。これは1927年に阪神国道電機として開業し、翌年には阪神へ合併され、同社の国道線となっている。ノンストップ特急の設定戦後は1954年から1963年の一時期にかけて、3011型を使った梅田駅元町駅間を 三宮駅の未停車で27分運転という特急も設定したりしている。当時、阪急線で梅田駅三宮駅間を走る特急の所要時間が13駅、西宮北口駅停車で28分であり、また、国電の急行電車が24分で大阪駅三宮駅間を途中無停車で結んでいたので、若干国鉄には劣るものの線形の悪い。 阪神線の優等列車が阪急線のそれを所要時間でしのぐことになった。特急は昼間のみ20分間隔で設定されたが、阪神間の途中駅の需要を取り込むため、1960年からは昼間10分間隔に増発される一方で、西宮駅、芦屋駅、三陰駅にも停車するようになった。1963年2月1日改正より、 昼間は12分間隔となり、1998年2月15日、改正まで35年間続いた。西大阪線特急1964年に、電房線が西大阪線と解消され、大阪環状線と接する西九条駅まで延伸されたが、翌1965年には、大阪南部から神戸方面への速達効果を狙い、同線との直通列車である。 西大阪線特急が設定された。しかし利用が低迷し、1974年に廃止されている。神戸高速鉄道、山陽電気鉄道との直通運転半身では、港川駅への延伸免許を戦後もしばらく保有し続けていた。昭和30年代に入り、神戸市が市電の代替も兼ねて、神戸市に乗り入れる隠し鉄を地下線で接続する計画を立て、 1958年に神戸高速鉄道を発足させて、それを具体化させると、阪神では普段の延伸免許を執行させる代わりに、同車線への直通を行うことが決められた。1968年に東西線が開通し、阪神は予定通り同線への直通と、それを介しての山陽電気鉄道本線との直通運転を開始した。 1998年2月の直通特急運転開始までは以下のような運用であった。1998年2月改正で直通特急が設定され、全面的な相互直通運転が実施されるようになり、2001年に山陽からの大石駅折り返し列車は廃止された。JR の発足後国鉄分割民営化後、JR 西日本が アーバンネットワークの輸送力増強の一環として、国鉄時代の1970年に運転を開始した新快速の速度向上などを図ると、阪神電鉄では、上記のように神戸高速鉄道を介して、山陽電気鉄道との直通特急を設定したり、優等列車の停車駅を増やす施策を取るようになった。2001年のダイヤ改正で、甲子園駅に停車する。 時間帯の直通特急、特急は、梅田駅三宮駅間の停車駅が、戦前の特急と同等の6駅停車で、運転されるようになった。これは1990年代前半頃までの最も、停車駅が少ないパターンの急行と同じ駅数である。高架化などの恩恵もあり、2001年代夜改正以後、特急の方が、当時の急行よりも3から4分短い所要時間で、 走っていたが、阪神南波線開業後は、ダイヤかツかなどの影響で再び2分、程度所要時間が伸びた。阪神南波線開業を目前にした2009年1月下旬頃から、駅名表示板の衣装変更や駅での到着、発車案内の自動放送、接近、発車メロディを変更した。2009年3月には、阪神南波線の開業により、三宮から南波 それに、近鉄南馬線、奈良線を経て、奈良方面との相互直通運転が開始され、同時に、三宮駅から阪神南馬線を経由して、近鉄奈良駅とを結ぶ、優等列車として、快速急行が、日中毎時3往復新設され、前日の西大阪線特急廃止から34年と、約4ヶ月ぶりに、西九条駅を経由する優等列車の運行が、復活した。 その後も、快速急行の増発や本線における土曜、休日の快速急行による8両編成の運転開始が行われており、阪神間から奈良線沿線や南へ向かう乗客の移行は進んでいる。ありがとうございます。